建築カフェ。はい、始まりました建築カフェ。私はパーソナリティ、建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村真理です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。ね、ちょっと今日は小春日和といいますか、暖かいというか、はい、天気でね、はい、京都はええ感じですね。はい、はい、昨日の寒さが嘘のようです。そうですよね。はい、今ちょっと僕忙しいって言ってて、はいはい、4つ現場が同時進行ですって、はい、まあ、言ってたと思うんですけどもね、はい、まあ、その中の一つなんですが、はい、京都の岡崎で美術館とかあるところね、はい、平安神宮とかあるところなんですけどね、はい、で、京都トラベラーズインというホテルさんの改装をやってたんです、はい、で、ちょっとメインイベントといいますか、そのカフェと、はい、まあ、フロント周りを改装してたんですけれども、はい、ちらっと言ったと思うんですけど、木村秀樹先生、はい、キーヤンって言われてるんですね。キーヤンですね、有名ですね、京都では、はい、で、はい、今週ね、はい、絵を描いていただいた。もうフェイスブック見ましたよ。すごいですね。すごいでしょ。なんちゅうかっこいいの。なんかね、はい、すっごい迫力があって、はい、で、まあ、割とね早いこと描かはるんですよ、はい、バッと描き出さはって、はい、で、あ、どこまで、まあ、真っ白の空間を僕作ったんですけどね、はい、わとかって、あーと思ったら、はい、もうすごい迫力の絵ができてて、だって書き始めですって言ってたのから早かったですよね。そうそう、4日間、丸4日間、うん、でスタッフの方もね、はい、まあ、5、6人で書いていただいてるんですけど、はい、まあ、手慣れてるというか、まあ、絵心があるというか、はい、で、あれ実はジェイフラワーっていう題でね、はい、日本の四季の花が書いてあるんですよ。でちょうど、まあ、ホテル自体の周りもね、はい、桜が綺麗やったりする場所なんですけど、はいはい、でそういう風にこうできて、はい、でなんかね、ものすごいものすごいいい空間ができたんですけど、はいはい、なんか僕としてはね、なんか美味しいとこ全部持っていかれたみたいな気分があって、持っていかれちゃったみたいなね、感覚もちょっとあるんですけど、はい、まあ、すごくいい空間ができて、はい、オーナーさんも喜んでいただいてるんで、ね、うん、また皆さんちょっと岡崎地区に春に行かれるときは必ず、まあ、ちょっと見ていただいて、寄っていただいて、はい、ということでぜひ寄っていってください。はい、この番組は伊賀の浅田建築株式会社美瑛の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストを招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、本日のゲストをご紹介いたします。はい、一級建築士事務所のネストデザインの杉本浩二さんにお越しいただいております。はい、杉本さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉本さんはね、はい、まあ、僕はすごくお付き合いが長くて、はい、まあ、杉本さんが学生の時はね、そうですね、から、まあ、後輩なんです、はい、大学の、はい、でから知ってて、はい、で、まあ、うちのゲストに出ていただいてる大石先生とこの事務所にやはったんです、はい。ああ、事務所に入ったんですか。はいはい、そこから独立して、はい、まあ、今一級建築事務所を主催されてるんですけど、はい、ね、で実はちょっとバラしているのか分からんけど、はい、ね、一回大きな病気したよね。そうです ね、 ね、はい、もう5年半前に、ね、5年半前に、はいはい、何でしたっけ、何の病気でしたっけ。脳出血。脳出血、はいはい、脳出血ってのは脳の血管が切れるみたいな。そうですね、まあ、昔は脳一血って呼んでましたけど、で今も右半分が動きづらいでね。そうですね、麻痺が残ってます、ね、残ってるね、はい、そんな状態です、はい、うん、で、まあ、もともとね、はい、そんなにうまく雄弁な人ではないんですけど、いやでも喋ってる感じは全然わからないですよね。でもちょっと喋りにくいやんね、はい、そうですね、だいぶマシになりましたけども、はい、やはり昔と比べると、うん、自分自身にやっぱり違和感がありますね、はい、で僕は偉いと思うのはね、はい、まあ、お見舞いにも行ったんやけれども、はい、右利きなんですか、あれやね、はいはい、で右側が動かへんねんね。
そうです、ね、右側ダメ。神様は意地悪ですね。意地悪です、はい、そう思いました、ね、僕がお見舞い行った時に左手でね、はい、字を書く練習を病院の中で彼はしてたんです。すごい。で、あ、はい、なかなかやるなと思って見てたら、はい、ね、今ね左手で図面描いてるんですよ、はい、彼。もうすごすぎですよね。すごすぎでしょ。ほんますごいですね。ね、いやっていうか描くしかないからね。描、はい、くしかないからね。右でもまあ描きたいんやけど描けへんから。描けへんから。仕方がなく左手でやってる。キャドを描いてるわけね。すごい。でも今の時代でよかったのはキャドでよかったね。そうです。やっぱり助けてもらってますね。そういうね、ドラフターとかね、その時代やったら描けへんもんね。両手いるもんね。はい、うん、だから今左手一本で彼は図面描いてる。はいはい、あ、すごい。すごいね。機械も使いこなさなあかん。そうち機械が弱いから。そうかと思って。はい、まあそれはあるけどね。はい。まあでもよく克服したというかね。いや、でもやっぱりコンピューターがあったおかげかなと思いますね。だからやはり脳でこう記憶のところも弱くなってるし、そういう部分も、うん、コンピューターで代わりをしてもらってる、うんうん、なるほど、はい、だからその分コンピューターを覚えようと思って、うん、まあ、必死に覚えましたけどもね、まあ、ね、はい、もうそれしか方法が残されてないですもんね、はい、だからもう、うん、やっぱり今も書きにくいんですよ、はい、だからやっぱり録音したりとか、はいはい、いろんなことを使って、はい、自分の味方にしてやってます。あ、まあ、そうしたら別に初めは、まあ、3年4年ぐらいまではいろいろありましたけど、はい、もう今は以前と同じような形で、はい、設計できてるんじゃないかなと思うぐらいです。すごい、はい、はい、なんかあれやね、だから CAD も覚えのも左手で覚えて、はい、で、はい、今はもうほとんどだから設計を左手一本でやってるという状態でしょ。左手ですね、はい、でしょうね。だから僕らお箸も持てへんやん、はい、頑張らなと思いますね、はい、すごいな。いや僕ね、建築諦めんのかなって半分ぐらい思ってた、はい、でも諦めへんかったよね、うん、いやもう始めやせえけど言葉が出なかったですね、失語症で。あ、その後算数もできなかったです。ですか。だからやりたくてもこれは絶対あかんやろうなと思いましたね。でもそうしたら人間の体ってすごいですね。もう今そんなん言われても普通に喋れますしね。私は普通にこうですよねとか言って、ね、学園この始まる前もね、そうそうそう、普通に喋ってましたしね、はい、まあ、なかなかね、まあ、よう努力したなと僕はもう思いますね、はい、で今なんか最近リフォームの仕事が多いんですか、ね、はい、そうですね、リフォーム、まあ、特に住宅、うん、住宅、はい、うん、関係のリフォームが多いですね。はい、なんか杉本さんの中で、はい、なんかリフォームするんやったらこういうとこに気つけてるんだみたいなのがあります？そうですね、まあ、リフォームする建物っていうのは、うんうん、やはり、まあ、30年とか40年経ってるのが多いんですけども、まあ、構造を、うんうん、見ますね。壁を剥がしたり、そうですね、床を剥がしたりすると、うん、でそれを見るとやはりなかなかうまくと言いますか、うんうん、まあ、持つように作ってない場合も多いんですよ、ね、うんうん、まあね、現代の基準がだんだん上がってきてるのもあるし、はいはいはい、まあ、補強しといた方がいい場合が多いですよね。そうですね、うんうん、であとその間取りの変更がしにくかったりとか、うんうんうん、まあ、そういうことも考えるとやはりまあ、そういう改装ができやすいように、うんうんうん、まあ、設計してあげる。なるほどね、はい、うん、まあ、新築、まあ、今後もね、はい、今後はそういうふうに、そうだね、はい、うん、だからあんまりこう限定しすぎない、作り込みすぎないっていうのは大事かも分からない、ね、ね、はい、うん、フレキシブルさみたいなのが、うん、ね、やっぱいるかなと。家族構成変わったりもするもんね、はい、あ、そうですね、あ、はい、うん、なるほど、だから何年か後にまた、はい、もう一回リフォームということもあるから、そうですね、あんまり限定しすぎてかっこいいも作りすぎちゃうと、はい、かえって何年後かに不便になるみたいなね、はい、そうですね、うん、だからまあ5年後10年後20年後まで描いて、うんうん、まあ、例えば子供ができて、うん、まあ、子供が増えて、そうだね、でまた独立して、う
で、例えば夫婦2人になって、うん、でおじいちゃんおばあちゃんが来てとか、まあ、そういうものをこう描いて、うん、あの実際的にそういう図面も描いてしまって、うん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 、まあそういう感じであの提案してますね。だから先の、はい、先のその先まで考えて今をどうするかと。そうですね。なるほどね。うん、やっぱそれが丁寧やわ。はいね、うん、前からね結構仕事丁寧なんですよね杉本さんね。だからその辺まで考えて、まあ前とは真面目ですよ。建築に対して真摯に向き合ってる人ですよね。そうですかね。建築好きなんですね。建築好き。ユニーと一緒ね。だから僕らの周りにね、面白いのは建築好きが多いよね。僕も杉本さんもね。そうですね。周りね、はい、仕事楽しいって言ってはるんで。いや私も楽しいです ね、 ね。だから仕事してるようには思わないですよ、うん。だからあのうちの子供とかも、はい、仕事してないと思ってるんです。絵描いて遊んでるわみたいな。そうです。親父はパソコンと遊んでるみたいな。そうです。ずっと遊んでから思ってる。パソコンで引きこもってるとかちゃうちゃうみたいな。なるほどね。仕事してる。なるほど、はい、でもそういう、まあ、仲間もいるんだよね我々はね。うーん、だからもうお付き合いとしてはすごい僕長いし、はい、あのうちの事務所に手伝いに来てもらってたこともあるし、はい、なんかねもうあの身内みたいな仲間が多いよね我々の中でね。そうですね。もう20年ぐらいね。20年以上ですからね。本当ね面白いんですけど、まあ、我々の先輩校入って、まあ、年齢は違うし、はい、まあ、ちょっとずつ作風も違うんですがね、まあ、仲間意識が強いですよ ね、 ね。あ、そうです ね、 ね、まあ、大石先生の存在ってのは大きいんだけどね。そうですね、うん、大石先生をもとになんかみんなが仲良しな順番にそうそうそうっていうのを感じますわ、まあ、ね、まあ、そういう仲間なんでね、まあ、今後またいいもの作っていきましょうよね。そうです ね、 ね、はいはい、今日はどうもすみません、ありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました。それでは杉本さんのリクエスト曲になります。ビリー・ジョエルの素顔のままでです。住む人を一番に思い、考え、家づくりをする。年数を重ねるごとに味わいを増す家、自然に優しい家、アレルギー対策に注力した家など、美瑛はお客様と同じ気持ちになって、理想の住まいへ近づけることを心がけています。生きた木にこだわった京都の工務店、注文住宅やリフォーム、増改築など、住まい、木造の家のことなら、株式会社美瑛まで。組のなんでもこーい。はい、
い、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題や人生相談にも答えしちゃいます。はい、ということで今日もお便り来てますね。はい、来ています。はい、読んでいきます。はいはい、いつもありがとうございます。はい、ラジオネーム三条小僧さんです。はい、いつもありがとうございます。はい、藤兄まりちゃんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ここ数日穏やかで春が近いことを予感させる日が続いていますね。はい、そうですね。ちょっとね、今日はそうですね。はい、明日は平日ですが、はいはい、お休みをもらい、あららら、なんでやろ、3月7日にグランドオープンするアベノハルカスへ行こうと思っています。はい、アベノハルカス、まだオープンしてないところに行ってたことですね。見れんのかな、ねえ、はいはい、それというのも、はい、テナントの百貨店内での一部でしょうが、はいはい、息子が手掛けた食材があるとのこと。あら、息子さんね、造園したはんねん。藤井の後輩違いました？そうです。ねえ、そうだわ。そうです。食材って何？はい、詳しくはまだ聞いてませんが、はいはい、とりあえず見てほしい。とりあえずなんや、はい、ね、聞かはったんですね、多分ね、これ、ね、セリフ帳に書いてあるんで、うんうんうん、なので行こうと思っています。うんうん、また見た感想など、ご連絡させていただきます。あの息子さんがね、はい、こんな仕事やりだして、いやもう楽しみやろな。ねえ、ね、いや私それよりね、確かクリスマスの時にね、うん、息子さんが指輪を持って、うん、今からそうそう、プロポーズしに行くって言ってはりましたよ。うんうんうん、あれの結果聞いてないことありません？丸なんちゃうの？それは丸ですよね。ねえ、丸やと思うで。これいつ頃とか、ちょっとまたね、うん、なんかこのあんな男前の息子さん丸やと思う。そうやね、三条小僧さんちらっと見たことあるんでね。ハッピー続きやな、これ。ハッピーですね、ね、本当に。はい、でちょっと今日はね、お便りじゃないんですけど、はい、お知らせしたいことがあります。はい、はい、実はね、気象難病、はい、まいちゃん聞いたことある？この前聞いたよね。はい、この間 はい、あのね、僕も初めて聞いたんですけど、まあ、難病なんです。はい、で、まあ、稀な難病なんですね。はい、気象難病というのは原因が不明、はい、で治療法治療薬がない、で疾患が生活に大きな影響を与える、で疾患ごとの患者数が少ない、はい、この4つをね、はい、含む病気を気象難病というらしいですね。はい、でなんとね、その厚生労働省が発表している数が、はい、なんと7000種類、はい、そのだけあるんですよね。7000種類あるんですよ。名前も、ね、原因も治療法もない病気が、うん、ないと、ないと、もう、はい、だって病気のね、名前すらない病気ですよ。はい、でそれがね、7000種類もあるんですよ。はい、ね、ね、その中でですよ、はい、国がね、一応まあ医療補助とか含めてね、はい、援助してるのが400種類だけなんですね。だけなんですよ ね、はい、ということはね、6600種類の人は、はい、もうわけわからへんわけですよ。そう、何にもしてもらえへんし、はい、おかしいし、おかしいし、体はおかしいし、はい、病気の何の病気あいとも名前もついてへんし、何の補助もない、で補助もないし、うん、その治療方法がないわけですから、そうなんですよ、ね、もう不安で不安でしょうがないと、はい、で家族も不安でしょうがない、はい、っていうような日々を毎日過ごされてるらしいんですよね。はい、でなんとですね、それをなんとかしようじゃないかという立ち上がった NPO 法人がありましてね、はい、それを、SORD ソルドっていう、はい、法人があるんですけれども、その方とこの前ちょっと知り合ったんですね、マリちゃん僕もね、ま、私前からちょっと知ってるんですよ。そうですね、はい、はい、でその方たちが実はイベントをするんです。はい、でそれのお知らせをね、ぜひともその研究カフェでもしたいなと思いまして、はい、今からちょっとお知らせします。はい、R7000 ライブ&マーケットということで、はい、日にちはですね、3月の1日の土曜日です。はい、今週の土曜日です。はい、会場が10時で閉会が16時ということで、はい、10時から16時までの6時間、はい、はい、ありまして、京都市官業館都メッセですね、はい、都メッセですね、の3階の展示場であります。はい、で何やんやっていうことなんですけれども、はい、なんとね、三浦雄一郎さん、はい、この前ね、はい、エベレスト登らはった、そうですね、最高年でね、はい、とかサッカーの日本代表の、岩本照夫さんっていうんですかね、はい、のなんかグッズがね、オークションで出たり、はい、ね、ね、鉄道のジオラマがあったり、はい、で宮大工による工作教室があったり、ね、で、はい、なんか1万点のスーパーバザーっていう、なんかすごいですね、すごいですね、はい、ね、なんか最後はね、海外旅行が当たるオリエンテーリングとか、まあすごいですね、もう楽しいイベントですよ。はい、でまあぜひ一回行っていただいて、で、ね、でまあね、よくこの今写真に載ってるこの方がよくテレビで出てたんですけど、はいはい、ちょっと今ね、動画見れる方だけ見ていただいたらと思うんですけど、はいはい、歌手なんですよね。はい、もともと CA さんで、あ、そうなんですか、はいはい、何もできなくなっちゃった方ですね。はい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 、
多分いっぱい見られてる方いると思うんですね。はい、あのこういうポスターもあります。はい、はい、でぜひ行っていただいて、はい、まあちょっとなんていうかな、ちょっとお金使ってよ、はい、みたいなね。オークションも面白いし、あのバザーもね、皆さんの善意で成り立ってるやつなので、そうなんですよね、もう会場に足運んで、はい、なんか1点でも買っていただいたりとかするだけ で、社会貢献につながりますね。そうですね、はい、ね、7000ってびっくりしますよね。すごいです ね、 ね、そ7000種類もあって、なんか何やって1万人ぐらいやってたのかな、ねえ、ね、えの人が苦しんでて、はい、でその一番僕は寂しいというかびっくりしたのが、はい、だってね、自分がどっか悪いわけでしょ、はい、で原因も分からへんわけです、はい、で直しようも分からへん、はい、名前がないって ね、 ねえ、名前がないって ね、 ね、私たちが出会った方は、たまたま何年かしてから名前がついたんですよ ね、 ね、うんうん、それだけでも嬉しかったって言ってはりましたもんね。そうそう、うん、だってその方もね、まあ、事務局されてる方なんですが、はい、気象難病かかってはって、はい、全身がなんてしびれて、しびれてるって言ってはりましたね。ずっと痛かったね、ずっとしびれてて、はい、足を床につけてるのが辛いって言ってはったね、はい、だからそんな方が事務局やってないんですよ、はい、で方が、まあ、多分この日は官業界にいらっしゃると思います、はいはい、ね、気さくな方なんで、はい、多分いろいろお話しかけたらいろいろ対応してくれると思うんですけど、はい、まあ、ぜひね、皆さんね、はい、足を運んでいただくのがまず社会貢献、ね、まず楽しみに来ていただいたらいいと思います。そうそうそうです、はい、いろんな人も来はるんでね、はいはい、でまあ、ラジオお聞きの方で1日ね、ちょっと時間あるわっていう人は、はい、岡崎の方の都メッセにぜひ行っていただいて、はい、まあまあ、お小遣い100円でもいいです、はい、1000円でもいいです、ちょっと ね、 ね、お金を使っていただくと、なんか確かブースも出ますよね、食べ物とかね、あ、出ます出ます、はい、いろいろ、はい、楽しい、まあ、そのなんていうか、そういう感じじゃなくて楽しんでやろうっていう気持ちでね、行、はい、っていただいたらどうかなと思いますのでね、はい、ぜひとも ね、 少しでもね、はい、たくさんの人に、僕もこれ聞いて初めて知ったんですよ、はい、こういうことね、はい、でもう紹介しますわってすぐ言うたんやけど、はい、もうだから僕ら今ちょっとマスコミでもないけど、こういうラジオ番組持ってて、はい、まあ、建築のことを皆さんに分かりやすくやるのも、まあ、一つの、はい、まあ、僕らの使命なんですが、はい、やっぱりもう一つの使命は生命ですよね、はい、で建築も命を守ってるも一つなので、はい、やっぱりね、皆さん命を大切にしましょうということで、はい、こういうこともぜひともね、我々も支援していきたいと思ってますし、はい、私ももうちょっといっぱいいっぱいでギリギリになるかもわからないですけども、はい、会場の方に足運ぼうと、生フジニーが見れる、はい、で見たない人もいっぱいいるけどな、いやと思いますので、皆さんぜひ お運びください。はい、よろしくお願いします、はい、ということで、このコーナーでは建築の相談を受け付けしております、はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp、 足をいらなかったかな、足をいらない、 JP ですね、はい、はい、すいません、radioca.jp ですね、またお便りもお待ちしておりますので、はい、どしどしお送りください、はい、もうお便りは、まあ、ぜひぜひお待ちしておりますし、この、はい、なんかイベントやるよみたいなのもラジオで言ってくれるときは、ね、ください、お便りね、はい、放送したいと思います、はい、それでは、今日はお別れの時間が参りました。それではまた来週建築会でお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村まりでお送りいたしました、はい、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。この番組は伊賀の浅田建築、株式会社 BA の協力でお送りいたしました。